片山さつき君。 えー、去年もこのテレビ NHK 決算の審議で指摘いたしました NHK の平均給与ですが、えー、22年度決算で1185万円だったのが、えー、今年度は1209万円、そして20年、24年予算案では1215万円ですねで、衆議院の審議でも、きょうの午前中からのご審議でも、あのまあ大卒が多いとか、あるいはその頭脳集約型の労働だとかいうことをおっしゃってるので、私は在京の民放四社との の比較を持ってきてくださいと申し上げました。ここに在京四社の誘歩があります。で、まあこの本社の平均給与は確かに1200万円台で1215万円台でのやや高いんですが、まあこういう資料を私にくれるのは、まあ、どちらかというと。 まあ、飛んで、日にいる夏の虫ですねあの、これらの4社の共通点はです、ねえー、作業員のほとんどを連結子会社、あるいはその下請けに出しております、4社、ほぼ共通して相場官として、連結に出している人が3000人、本社にいる人は1000人、その1000人の方の平均給与が1200万円台なんですね、NHK の場合はそういった作業をやっている方は、まだ大,大半が NHK 本体におられます。 え松本会長、これでも NHK の給与は高くないんでしょうか、公務員は7、8%下げております、いかがですか松本会長。えっとま、私はあの、ま、鉄道事業をやった経験からしまして、えー、鉄道事業というのは、列車ダイヤ、作業ダイヤ、寸分狂いなくその通りやると、こういう仕事であります、でえー、正確なあ作業で安全を守ると、こういうことになります。 NHK の場合見ておりますと、24時間365日、えーあのー、動いているということは同じなんですけれども、えー、番組はあの毎時間、あの毎日、えー、異なります、それを質をいかに維持するかと、こういうことであります、でそれはあのそれぞれの番組ごとにです、ね、えーまあ、労働集約産業と先申し上げましたけれども、それぞれの,その頭脳が集まって、それをやると、こういう仕事であります。なおかつこれが あの不規則勤務とこういう形になっております。そういうことで装置化ができないまさに人の質、頭脳に依存するまあ、人が全てと言ってもいいんですが、そういうようなあの仕事で ＮＨＫ が支えられているとういう感じがいたします。そういう質の人材を常に補給するという形と、先ほどありましたあのモチベーションをいかに維持するかということが大変あのこの ＮＨＫ のあのを見る場合に。 重要なここととだううういいうふうに思います、まあ、そういうことから考えますと、その人材をいかに確保するかということで考えると、やはりあのそういうその資質の大,卒大学卒業者を集めると、大卒の比率の高い企業とか、あるいはあの、まあ、競争するのはあのマスコミの,あの在庫のところでの競争が多いですから、そういうところをいかに見ながら、ですねあの一定の給与レベルをあの確保していくかと、こういうことが重要だというふうに思います。 そういう観点から、あのー、もちろん、あのー、そういうものについてはいろんな見直しとか、あのー、やる必要はありますけれども、一定のレベルが必要だとこ,こに考えますあの答弁者におかれましては、審議を深めるために答弁を簡潔にお願いいたします。片山さつき君 あのお答えになってはいないと思います、それから8.9%の受信料の値下げの問題ですが、何回も国会で3年間の地デジ移行期間が終わったら10%下げると、まあ、当時は900億円あったわけですから、ということをおっしゃってますが、あのお伺いしたところ、この受信料値下げ120円、地上契約および口座クレジットにまあ限られてるんですが、これが全体の方のどのぐらいの割合ですかとお伺いしたら54、54%と。 まあ6割以下にすぎないということなんですね、で昨年も指摘したあのいわゆる地域スタッフ。 え受信料調査員のまあ年収が1000万円で、売り上げというか、その1000万円分の新たな掘り起こしをしてきたという話を、笑い話として紹介して、そんなことは民間ではあるんですかと、会長に申し上げたら、いや、そんなことは民間では起きませんというお答えだったので、今年はえこの地域スタッフですね、だいぶ私、何回も効率化をお願いしてますが、1人当たり人件費はまあどのぐらい減らしていただけたのか、その方々はいくらぐらいの受信料の、 掘り起こしをすると言われているのか、まあ、つまり、えー、受信料値下げこれを本当に10%やるための合理化努力をどこまでおやりになったのか簡潔にお答えください松本会長、えー、お答えいたしますあのー 地域スタッフのあの20年齢さんの,あの平均年収は540万とこういうことになっています。昨年あの1000万を超える人があのいるという話はこれは全体3900、3700人ぐらいのなんか2%で70名ぐらいの人ですが、この方たちはもう大変あのた,たくさんのあの収入を上げるっていう特別な方でございます。で、あのだいたい地域スタッフ平均で言いますと年間520件ぐらいあの。 契約をしていると、こういうことでありまして、まあ、そういうあの契約が大体、1回契約すると8年間ぐらい続きますので、それを計算しますと、えー、8年間、520件の, 8, あの8年間で約8000万こういうような収入をあの毎年確保していくと、こういう格好になると思います。片山君。 あの去年に比べれば、この点は改善したとは思いますが、まあ、2%70 人が1000万円というのは、まあ、ちょっとあんまりないのかなと思いますので、さらなる、えー、改善努力をお願いしたいと思いますが、まあ、この受信料につきましては、まあ、取りやすいところからがっちり取りすぎなんじゃないかというご意見も非常に多いんですね、まあ、若者の皆さんから、まあ、ワンセグで NHK が入っているところからも取りたがるのはどうなのかという声は非常に大きいんで、外したいという声がかなりありますが、まあ、それともう一つは、あのホテル旅館 組合からの,あの、まあ、受信料体系の見直しの要望ですね、でこれ、あの事業所については設置場所ごとに契約になるので、もうそのホテルや旅館はの中の部屋数を見せろと言われれば、見せざるを得ないわけです、今、平、え、均、ー、の中小の客室が16室、そしたら16台分全部取ることになるんですね、これはイギリスの BBC なんかだと、15室までは1契約なんですよ。 それはですね、こういった業態は部屋にしょっちゅういて、テレビを見てる確率は非常に低いわけですねで、今の中小零細の経営の問題もあるから、ここは今までも少しずつ割引は広げていただいてるんですけれども、ここはぜひです、ね、BBC 方式にしてえ、客室稼働率が20%で、中小の旅館、ホテルの平均客室数が16室ということを考えてえ、15室までは一括という受信料体系にしていただけないでしょうか。うん、会長 大西理事お答え申し上げます、えーまあ、委員のご承知のとおり、あのホテル、旅館の受信料につきましては、21年2月に事業所割引を導入して、大幅に軽減いたしました、また21年4月から業界団体の取りまとめを導入して、まあ、受信料の契約の締結をお願いしてきております、まあ、3年が経過をして、ですね今後、ホテル、旅館を含めた受信料体系の在り方についてもご要望いただいております。 えー、団体の皆様と協議をしておりますけれども、まだ結論に至っておりません、なお、あの今回の受信料のお値下げにつきましては、えー、24年10月から事業所の全体でいけば約20億円、それからホテル、旅館につきましては4億円の値下げとなります、まあ、BGC 方式に改定すべきではないかという問いでありますけれども、まあ、3カ年のお事業収支がトータルで、まあ、マイナスになっているということを、 含めてですね慎重に検討してまいりたいというふうに思いますそれからホテル旅館5団体の皆様ともまあ、今後とも丁寧にですね今交渉をしておりますけれども対応を図ってまいりたいというふうに思いますよろしくお願いします 片山幸君この件については、この会としてもぜひ申し入れたいということで、今お願いしておりますので、引き続きしっかりと対応していただきたいと思います。先ほどからいい人材を確保して、NHK に要求されている不偏不当の質の高い報道をしていくため、番組を作っていくために、1200万円台の給与が必要だとおっしゃってますが、その割には NHK、非常に不祥事が多いんですよね、まあ、本当にそれを全部列挙していると、それだけで時間がたってしまうんですが、 それからこの委員会でも私、何回か取り上げておりますが、誤報も多いんですね、で去年の6月、KBS のニュース、当時、毎日のように報道されておりました東日本大震災の仮設住宅、5万2000元たつよというところですね。 7万件から8万件を韓国に大量発注というニュースを KBS が報じた、それをそのまま NHK がそのまま流してしまった、これは総務大臣にお願いして、前の総務大臣に訂正させますと言って、訂正の放送を流していただきましたが、なんとこの KBS は日本のオフィスはどこにあるか、渋谷区神南、NHK の中にあるんですよ。 まあそれが影響しているかどうかは知りませんけれども、まあ、他にもですねあの、昨年11月のお元気ですか、日本列島で、え日本の若い人たちの間で、携帯電話の絵文字にハングルを入れて交換するのが非常に流行っているという決め打ち報道をして、これも大変な問題になって、え木田理事に来ていただいて、本当に流行っているかどうか、アンケートを取ったんですかと言ったら、いや、取ってません、たまたま路上で、まあ、聞いてみて、そういう人が多かったと、まあ、先ほど何人かの先生とお話ししたんですけど、いや、うちの秘書も若いです も別にそんなこと、特にやってるって聞いたことないよって方が大半だったんですけどね、まあ、その辺も含めて、つい昨日ですね、えー、9時のニュースでですね。 あのこういう問題があったんですよ、あの在日の韓国籍の方々が、韓国の大統領の,まあその投票権、これを投票しに行くい方が非常に少ないし、それはそれでまあ国籍を韓国と選ばれていらっしゃる以上はご自分で行かれるべきだと思いますが、それと結びつけて、投票権というのですか、参政権というのは、もう本当にまあ重要な権利だというようなことを言ってま、まるでこの方々については、外国人参政権を認めるべきだと言わん ばかりの報道をしていて、これも自民党には大変たくさんの反響が来ましたで、この外国人参政権については、この会で、えー、歴代の総務大臣には常にお聞きしていて、まあ、現状ではいろいろ問題があると、現政権もおっしゃっていると、われわれ自民党は非常に慎重というか、反対であるという中で、不偏不当というのだったら、なぜこういう報道をするのか、もう1年半以上ずっと追及し続けておりますが、内容に成果主義として全く改善点が見えませんが、会長、これは是正してください。 松本会長、えーまあ、外国の,あの放送局があのオフィスを NHK の中に持っているというのは、NHK も外国の放送局の中に持っているとか、そういうような感じの中で、あのそういうケースがある場合がございます。それから先ほど申し上げましたように、あのえー、お話がありましたが、あの今度の経営計画の基本は公共放送の原点に立ち返ると。 ここういういいとをあの柱にいたしておりますその中には当然、えー、公共放送としてですね、えー、そういうい公平、公正、えー、正確、迅速、あるいは、えー、多くの意見のるものは、意見の対数ものは多くの意見をきちっとあのバランスを取るとか、ですねそういうようなことがあの書いてありますけれども、放送法の中に書いてありますけれども。 その放送法にのっとってきちっとやっていくということが重要だというふうに思っております、同時にその基本の柱に基づいて4つのキーワード、公共信頼、創造未来、改革活性力とこういうキーワードを持っておりまして、それに基づいて 職員役員から職員まで一貫したあ価値観で仕事をやろうと、こういうことにしております、その価値観に基づいて、それについては、視聴者から評価を受けようという評価システムを今回、導入いたしております、そういう中で、えー、公共放送 NHK の使命を、えー、きちっと果たしていくということが必要だろうということで、えー、計画の,あの中身をあの形成したい作成しているところでございます。 片山君、えー、いずれにしても、在日の韓国人の方に日本の産経産政権がないのは、その人の尊厳にも関わる重大な問題というのは明らかに決め打ちですから、えー、早速今日のニュースでも訂正を流していただきたいと思います。また、あの昨年の暮れにです、ね、あのまあ、今あの、我が国、領土問題に対するあの関心が非常に上がっておりまして、えー、現政権のとにおいても、ほとんどの教科書で竹島問題を取り上げるようになった、はっきりエリアを書くようになってます、まあ、自民党のときからこれは言っておりますが、まあ、そこの問題の中で、えー 竹島をまあ今、不法占拠している韓国で、ドクトという名前を付けているわけですね、そのドクトの歌という歌を歌ったり、あるいはドクトのキャンペーンに CM 等で、完全にその大きなキャンペーンとして参加しているタレントを NHK の紅白歌合戦に出すか出さないかについて、先日、理事に来ていただいて、その評価基準を伺ったところ、そ,そういう歌をあの CD で。 まあ録,画まあ、録音して CD で売っているとか、あるいは公開のコンサートで歌っているならば考えるというふうにおっしゃったんですね、でこの評価基準は非常に大きくて、まあ、現実にはまあ,あるグループが、あのそういう歌を歌っていることが、YouTube 等で非常に多く流されていて、まあ、大変な批判が来たので、私は伺ったんですが、まあ、それがコンサート。 まあ公共放送をされているコンサートなり、まあ、たくさんお金を取って何万人も来ているコンサートであったら、それはおかしいと、でただそうな、なかなかでだけであったら、それだけではチェックできないというようなお話であったんですが、まあ、今後ですね、えー、また最近もあ,のある苦情が参りましたのは、NHK のミュージックジャパンという番組、過去1年間の出演者を見ておりますと、出演者の中の出演者占有率がです、ね、ミュージックジャパンにもかかわらず36、36%が、えー、韓国のタレントさんです。まあ、これれはミュージックコリアにしした方ががいいのかもしれませんが まあそれだったらなんで n h k の公共放送でやるのか警備先生でやればいい話でまあ非常におかしいなと思うわけですが。あのそのあたりも含めてどういう基準でやってらっしゃるのか端的に短くお答えください。会長お願いします。松本会長。ええ <laughs> 先ほどのあの紅白歌合戦の場合はあの今年の活躍とかあの世論の支持。あるいは番組の企画演出とのがち今年の場合は。昨年の場合は。 特に東北の支援というようなのがありましたが、そういうようなことをあの条件に選考にあたっております、まあ、その他の番組への出現というあの、出演については、番組の企画意図とか、視聴者の皆さんの指示とか、そういうようなものを勘案して、えー、おります、えー、個別の案件についてはその都度判断しておりますが、いずれにしましても、あのきちっとした形でやってあのいく必要があるというふうに考えております。 片山君今、きちっとした形でとおっしゃっていただいたんで、まあ、そこはぜひ、というのはその、ミュージックジャパンへの出演予定がのされているある韓国のタレントさん、大麻所有保持で逮捕歴があるということがございます、えー、日本のタレントだったら、こういう方を出すことはありえないと思いますので、えー、きっちり見ていただきたいと思います。で今あの低視聴率にあえいあえいででらっしゃる nhk のの清盛でございますがあのこの 皇室の、まあ、登場人物が多いわけですね、法皇上皇帝の、えー、王家という呼び名を使っていることについて、大変な批判が出ておりますが、まあ、これ、えー、この呼び名を使ってらっしゃる歴史交渉をやった方が、東大資料編纂所の准教授の本郷さんって方で、まあ、それはこの方の学説なんでしょうが、一般的な学説ではありません、これは文科省や教科書委員会などにも聞きましたが、そうではありません。でそれをまあ決め打ちで使っている、えー、1972年の新平家物語のときには、まあ、吉川 原作ということもあってか皇室は皇室のままでございまして王家、OK、という我々にとってはあまり 聞いたことのない故障はあの使っておりませんが、ま、だなぜ、こういう故障を使うということを NHK として決定してしまったのかと、で批判があってあの、このプロデューサーの磯さんという方が、確かに一般的に認められた表現ではないということをおっしゃって、まあ、若干、ホームページなんかはなの直しておられるのですが、まあ、そういう修正をされるんだったら、なぜもう少し慎重にです、ね、また宮内庁にもお聞きになったのかと、これは皇室にとっては先祖の故障ですから、非常に重要なんで。で我が国でもこの 皇居という呼称が平安時代に一般的だったという歴史教育の、まあ、ある程度のコンセンサスというのは全然ありません、そこはどう考えてえ、この国民的な番組についてこのような判断をされたんでしょうか、会長お答えください松本会長。大河 <laughs>、えーまあ、ドラマ、まあ、専門家による時代交渉というのに基づいて、まあ、制作をいたしております。まあこのあの 専門家によりますとです、ね、平安末期から鎌倉期にかけての中世史研究の歴史学術的分野では当時の政治の中心にいた方法条項を中心とする家というものを表現する上でお家という言葉が 使われているということで、えー、ありました。まあ、それに基づいて、えー、対外ドラマ平家。対路のきもいでも対応していると、いうことであります。片山さし君。あの、いずれにしても。あの、皇室を受けと呼ぶという、まあ、歴史的な。 そのまあ一種のまあ考え方については、全く定説となっておりませんし、定着もしておりませんし、なぜこのようなことをしたのか、そのことによって、結果的に今、大河ドラマの中では大変な低視聴率でえございますし、撮影されている地元県の知事も画像が汚いというふうに言っておられるし、平家にしても当時の皇室にしても、美化した報道でない、美化したドラマでないということが、先ほどの,あのまあ竹内 議員の、まあ、ご評価と違って、え全く地元の、まあ、観光振興にも資している部分が少ないのではないかと思うんですが、まあ、そういったことも総合的に踏まえてです、ねえーまあ、このような、まあ、その影響力のある番組については、まあ、歴史交渉を取るときにはです、ね、それが通説であるのか。 あの異端説であるのか、一般的に使われるものなのかどうかということをもう少し考えて、慎重に判断していただきたいと思います。一般的には、まあ、皇帝の方が上位で王は下位、天皇は皇帝と同等であるから王とは絶対に呼ばないという、まあ、少なくとも明治以降の我々の考え方から見ると、非常に違和感がございますので、その点を厳重に申し入れさせていただいて、私の質問を終わります。ありがとうございました